どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか、うかでございます。それでは、とりあえずね、日程表を進めていきましょう。オールスターゲーム開幕まで行きましょう。さあ、頑張れ。勝てないなぁ。じゃあ、やっぱ、オーミの能力、判明してきた。モガミ？オーミ、モガミ。カバタ、いいね。カワナ、あと一人か。あ、モンノル解放されたか、さては。まあ、とりあえずパパッと先見ちゃいましょう。あ、来た、アリサか。はいはい、アリサか。このところか。一旦ちょっと見ますよ。おー、でもいいぞ、 0.5 までいった。よし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 。追いついてきた、ちょっとずつ。じゃあ、新戦力じゃねえ。日程表、ちょっと見、あ、じゃない。どれだ。新戦力、記録室で見よう。まあ、とりあえず、野手ランキング。いいね、3割4分9厘とかめっちゃ打ってるやん。やるやるやる。新しく入ってきた、モガミ、まず。ああ、まあそうだろうね、総力。大卒1、ナンバーワンの選手と言われているね、男です。まあ、ミートが意外と G じゃなかったのはいいかな。はいはいはい、オーミ。あー、なるほど。まあ、なんか、かもなく不可もなく、そんなもんだろうと思ってた。そして、あともう一人気になってる選手がいるんだよね。投手ランク。どこだ？まず、有川は違うわ。26年目でした。カバタ。伸び乱調。いやでも意外と、まあ、こんなもんだろうってところではあるね。とりあえず。まあ、この選挙3種は期待でしょうね。有坂。150なかったか。まあまあ、そんなもんだろう。そして、あともう一人は、大本だっけ？違うわ、5年目でした。あれ、もう一人あと誰だっけ？やべえ、出てこなくなっちゃった。もがみ、大海、関口じゃないでしょ？ 3 年目。横川だって、一応パワー型、めっちゃパワー型がもう伸び方がやばい。ちょっと待ってくださいね。誰だっけ？あともう一人。やべ、出てこなくなっちゃった。藤岡違うでしょ？丹治違う。海外留学でまあ成長はしてんだけどね。川名か。川名。ピンチに弱いか。まあまあまあ、こっからの成長次第だろうね、この3人は。オッケー。さあ、それでは先へ進めてみましょう。日程表。オールスターゲーム開幕まで 5! さあ、行けなんとか、3.5 ゲーム。2.2! トレードエリア来た。ロッテからトレードエリア、そういえば結構来てるのか。いや、あんまないな。どれどれ。キャッチャー、コヌマと、インコースヒッター。悪くないな。制球力のあるピッチャーと入れ替えろと。交換してくれと。誰かいないかなと。いや、5勝投手はちょっと出したくないな。海田さん2敗。海田さんちょっときついな。下げ方がここに来て。栗投手はもっと使いたい。若返りに期待して割と海田さん出すのありか。ちょっとこれ、中継ぎはね、新しいんですか？いいよ、OK。はい、これで、はい、承諾。トレード成功、トレードします。チームの若返りに期待しようかなと思ってます。はい。OK。で、それで采配で、どうしようかな。まあ。大丈夫か。特には、なんか俗にゼフチョっていう選手がいるわけでもないし。よし、先へ行こう。それではスキップまず。よいしょ。敗北。息をするように負ける。白木が勝てねえな、1勝6敗。
はい。そしてトレードが成功と。はい。ロッテ、小沼と、海田。はい。今までありがとうございました。中継ぎを支えてくれて。で、オールスターまで、ここまでスキップ。前半戦最下位で折り返しか。はい。じゃあちょっと前半戦の成績を見ていきましょうか。そしたら。記録室。現在、順位表。ゲーム差は、でもまあ2ゲームって縮まってんだよね。2位と3位。もうセーブが明らかに弱くなってるから。現在22勝。ちょっときついかな。2023年は47勝でね、今までで一番多かったんだけど、ちょっとこのペース大丈夫かな？交流、あ、これはいいとして、対戦表結果。あ、ホークスに意外と5勝してるんだ。なるほど、なるほど。意外とソフトバンクがちょっとだけ得意だったりして。投手力、あー、セーブが露骨にひどいんだ、これ。あら、まあ。野手。打率が露骨に低いな。打率だな。うん。バッタバッタ。圧倒的だな、これ。なるほど、なるほど。さ、月間 MVP はこんな感じ。特に関係ないかな、うちは。オールスターファン投票。なるほど、なるほど。加山さん結局中継ぎから降りちゃったな。しょうがないな。そして、ショート。あれ、誰一人。うちのチームから誰一人出てねえ。嘘やん。ま、悲しすぎる。これは。はい、それではスキップ。うちのチームは関係ないもん。惨敗。パリーグ惨敗です。いや、知ってたよ。はい。そして船長方向。いや、吉野さん球速がみるみるうちに落ちていくぜ。はい、スキップ。おい、大将、おい。12対7ってどういう争いよ。はい。気持ちいいね、今度は。はい。時間です。はい。17対2。12対7って言っちゃったけど、そんなもんじゃねえな。はい。川田が成長してるのは嬉しいわ。さあ、それでは日程表。おっと、その前に。これはなんか魅力的な、国際大会、来ました。はい。4年に一度の国際野球大会、インターナショナルベースボールカップ。金メダルを手にするのは果たしてどの国か。ちなみに、全日本うちのチーム出てる？ちょっと待ってください、これ全日本大丈夫か、これ。うちのチームからは？神様出てんのかよ、マジか。あー、これあれだ、誰もいねえやつだ。うちのチームから。おーい、ワイバーンズから一人でも出てねえ。うわー、今シーズンはダメか。寂しいな、おい。マジか、投手陣もいない？わあ、ワイバーンズ。今年の、なんだろう。世界大会誰も選ばれずです。マジか。それではちょっとスキップ。1試合目。はい。ゴー！大勝！いいね。オランダ相手に、まずは8対1と気持ちよく勝利。いいね。おい。二次リーグ出た USA。ここはじゃあちょっとはい、高速試合で行きましょうか。はい。ついになんか、なんか展開的には楽しいけどね。いいね。このね、世界戦の空気いいよね。インターナショナルベースボールカップ。さあ行きましょう。日本。おし、追いついた。いいぞ。いいぞ。あー、ダメだ。おー、追いついた。惜しい。1次リーグ第2戦を見事制しました。日本、1点差に届
惜しいな。はい、石灰。残念。さあ、次の日。1リー、今度9、わー、アマチュア最強9番。いけ！よーし、勝った、オッケー、2勝1敗。これは進出したんじゃないか？ 1 次リーグ。あ、まだか。あー、コリアね。はい、行きましょう。ゴッ！よーし、大勝。行ったな、これは。9-0。理想的じゃねえか。おい。ほい。そしてあ、まだあんのか、1次リーグ。ドミニカ。ほい。クロエ先発。大敗。急に、あ、な、初回7点はやばいだろ。ほい。あ、でも準決勝行ったんだ。ほい。いよいよ準決勝です。あ、もうこれで準決勝。オランダと日本か。え、アメリカは？もうとりあえずスキップ。おっ！大勝！来た！決勝進出じゃないこれ。ほい。おい、いよいよ決勝の日、アメリカ日本、やっぱそうか。日米で決勝戦。これは見ましょう。それでは高速試合。ゴー！うちのチームから一人でも出てくれりゃな。すごいワクワクするんだけど、そんなこともなく。さあ、日本対アメリカ決勝戦。来ました。あ、決勝戦だとやっぱ違うんだ、少し印象、なんかこう、扱いが。まあ、それそうか。右のスティーブンス対する日本の先発は投げるサイレント系田島。この両投手の先発、さあオリックス田島、アメリカ相手にどこまでいけるか。まもなくプレイボールです。プレイボール。よし、いいぞいいぞ。そのいけそのあちょやったー、ちょっと待て、よし打ったー。嘘。惜しい！選手、ファン共に待ち望んだ瞬間が今訪れました。ここブルースタジアムで最高の瞬間を迎えました。歓喜の優勝です。アメリカ、今日は願いがこのブルースタジアム。いやー、マジか。1点差。さよなら負けか。見事世界一となったアメリカ、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。世界一になりました。うわー、マジか。お伝えしてまいりましたインターナショナルベースボールカップ優勝決定戦はアメリカ、見事世界一の栄冠を手にしています。どうせだったら日本勝ってほしかったな。そしたらワイバーンズの選手、日本いらない。なんか日本勢として、うわー、山安がやられたのか。最後もったい、惜しい試合だったな。残念。はい、アメリカが金メダルを手に入れました。というところで、それではシーズン終了までババッといっちゃいましょう。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。